あ、なんかキラキラしてた？あ、いるじゃん。あ、こっちに行くの？ヤミコさんがいるんですけど、ここに。これは先に進めるんじゃないでしょうか。あ、びっくりした。シャドウテクニックの使用回数は限られてます。装備してるテクニックの残り使用回数はケープの点で表されています。神社に近づくとシャドウテクニックの使用回数が元に戻る。そうなんだね。ちょっとあの人 怖いな。どこまで来るんだろう。テクニックって何？そしてって感じだね。どうしようか。ここで、あの人が一番こっちに来た時にここに呼び出そうかな。あれ、なんか向こう側にも行けそう。タリスマンを見つけろ。 タリスマン、シャドウテクニックが奥義か。奥義っぽいね、確かに。で、あの人が、よし、来たよ。あの人が、あ、こっちに来るんですか？よし、オッケー。この影で倒せば。いや、これ見つかるかな？ なんか微妙なところで倒れたな、この人。なんか見つかりそう。あ、なんかあの人に見つかりそう。ああ、そうか。通り抜けられる壁はこういう表現の仕方をしてるんですね。どうしようかな。タリスマン。あ、奥義で。なんとか、タリスマンをゲットしないと。どうしよっかな。あの人、よし、反応しましたね。普通のキルだけど、まあいいや。お尻出てないね。 こいつのお尻出てもね、なんかあんまりあれだよね。 あと上に一人いるよね。上はどうなってんだろうな。あー、ここが影になってるな、一応。よし。多分見つかんないでしょ、ここ。あ、向こうにいる。誰かいる。いや？壁の向こう側か。めちゃめちゃいるじゃん、そこ。いや、パンツはあれだか。アナッチの方だ。マンジ。
この奥なんか難しそうだな、進むの。こっちから行けないか。行けなさそう。そして、ああ、なるほど。広いな、ここ。iPhone の充電がピンチ。どうしようかな。あ、来た。で、こっち行って。そこの角でやれたらちょうど良さそう。OK。長期戦ですね。てか、これ。マップ広ないですか？ 広くないですかね、ここ。ここは影か。ちょうどここに来てもらうとすごいちょうどいいんだけどな。これ一回降りて。上からも来るんだ。あ、ここに巻物あるな。この中は入って平気。巻物発見。使用できるスキルポイント。そう、スキルの使い方がわからない 使い方がわからないんですけど。あ、しかもこれ上登れない？あ、上登れないか。もう私なんてね、スマホはいつも充電差しっぱなしで使ってるからね 動画見るとき 上から来るぞ、気をつけろ。これをさ、あれ？ダメか。違うわ。あの人が、こっち大丈夫かな。ここで鳴らして、さよなら。で、多分この周り敵いないもんね。で、上を移動するか。上から来るぞ、気をつけろって。私がじゃあ上からやりましょうかね。エリアルキルというのをやりましょう。あー、なんか強そうなおっさんがいるな。葉っぱで見えない エリアルキルしたいんだけど、エリアルキルのマークが出ないぞ。あ、出た。一瞬。よし。オッケー。で、多分敵いるな、そこに。どうしようかな。いや、周りにいないか。OK。 で、しかしさ、あの人が気づくかもな。気づかないの？あそこの死体気づかないのかな？
光さん、お疲れ。お休も。そこの敵、死体気づかないっぽいね。オッケーオッケー。よということは、無ね。まあでもこれ、録画してるから、そのうちね、公開されるし。みんな、良い夢を。あれ、めちゃめちゃ見えるよね。そこに立ったら見えると思うんだけど、みたいなね。どうしようかな。でもあの人、結構難しいな、あそこの。ここに呼んで、私はこっちに移動するみたいな。で、よし。これで OK じゃないですかね。え、あと、ここはあと一人じゃない？あの人。あの人だけ。さあ、あの人をどう、どうするかって。二人いるじゃん。二人いるなあ、ここ。ええー。マジか。いや、一人はあっちに行くのか。あ、行けるな。そこでキルしたら物音でバレそうだよね。ああ、難しいな、これ。てか、敵の背後に影あるじゃんね。あれにも、多分、シャドウリープできるのか。どうしよっかな。一旦。あそこで突っ立ってる人を呼び出そう、とりあえず。あそこで突っ立ってる人を。よし。これで来るんじゃないですかね。いや、その前に死体を見つけられるかもしれない。 死体をが見つかりそうだな。よし、間に合った。危ない危ない危ない。おお、これでいけるな。これであとはこっから向こうにジャンプして倒せば。危なかった。いや、もうあの場合はなんかね、警報鳴っちゃってもよかったかもね。よし、オッケー。これで多分ここら辺の敵はいなくなったんじゃないかな。
いや、いたら怖いな。いたら怖いから、ちょっと。一応慎重に。いないね。OK。で、タリスマを見つけろ。あっち側に行かなきゃいけないっぽい。よいしょ。いる、普通にいる、そこ。捨てるスキル、オッケー。これさ、やり直しになったらほんとつらいですね。あー、危ない、明るい。いや、あれか、戻ってきたのか、これ。あ、なんかここに隠し通路的なものがある。これ多分戻ってきたよね。あそこに、だってなんか死体みたいな。死体あるね。あ、戻ってきた臭いな。ということは、こっち行って、この奥は？あ、一緒か。タリスマンを タリスマンを見つける。で、あれか、ここ、あ、いるわ、下に、普通に。ちょっと待って、こっちからじゃなくて、あっちから行った方が良さそう。あの人だけかな、敵は。やばい、あの人を失敗すると今までの時間がさらに、なんていうか、全部無駄になってしまう。回ってきたっぽいね。いないよね。こっちは？こっちは何ですか？あー、で、ここが、隠し通路的な。いや、普通に正面から行ったら 見つかっちゃうから。よし。いないよね。ちょっと、びっくりした。ヤミコさん、あとね、もう一人いるんだわ、ここに。ここに呼び出して、あ、オッケー、飛べるね。どうした？で、こっちに来るんですか？びっくりした。え、引っかかってる。ああ、よかった。倒せた。びっくりした。これで全部倒したかな。あー、オッケーですね。
あれが出口だ。出る前にタリスマン。タリスマン。タリスマン。じゃあもうあとタリスマン探そう。ここ通れないし。タリスマン探せ。せいせい。どこにあんだタリスマン。あ、違うわ。あ、これか。これがタリスマンね。あれ？なんか違うっぽい。あっちか。あー、あの変な小部屋かな。いや、向こう側だ。向こう側に行かなきゃいけないのかな。これなんだ？なんかすごい光り輝いてるけど。え？だってこれ触れて終わったら嫌だな。まだ続くんですかこれ。よし。敵そう。めっちゃ敵そう。こう。いますね。いや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 、見つかるわ。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すため、光を。